ああしまった、ここまで録画してない。まあどうせ編集しないけど。途中まで録画し忘れてました。途中景色いいとこあったのにな。坂道も思ったより激しくないな。ちょうどいいぐらいだ。あ、電波ありそうなとこまで来た。風が、あ、山、あ、チョップ。新道亀の坂？なんか変わった。1日2本か。朝だけ。なんか売ってる。あ、電波戻ってきたかな。今新道亀の坂っていう名前のバス停にいます。前にいるんですけど、なんか食材売ってるな。バス停直売所って初めて見た。よっ、うん、電波ダメか。あとは一応見てみるか、配信画面。インターネットの接続を確認してください。電波全くないのか。タワーは、いや来てる。あれ？いや、できるんじゃないのか。なんかちょっと行ったっぽいな。電波途切れた間になんか配信止まってたような感じですかね。コメントはポチポチ来てたんですけど。あ、よかった。自動延長にしてるので多分行くと思うんですけど、サーバーとの通信コメントを取得できませんでした。延長はデッキ、ん？なんかぐるぐる回ってる。ん？ちょっとじゃあリロードして、リロちょっと対処中です。ここはなんかあの漁港みたいなとこに、漁港でもないかな、ちょっと海沿いのとこに一旦降りてきてる感じです。あ、行った行った。よし、リロードで行った。よし、でちょっと面白いものがあったんで、まだちゃんとできてるかな。あー、6時間、そうですね。でももうバッグの中に閉じてしまったからすいません、また後で。
で、新道亀の迫っていう字読めてますかね。なんか変わったバス停があって、名前が変わってるだけじゃなくて食材売ってるんですよ、このバス停。バス停直売所って私は初めて見ました。で、多分そこにあるやつが料金箱。多いですね。レトロだな。バス停をなんか直売所に使うっていうのは初めて見たけど、大丈夫なのか。まあもちろん許可取ってあるんだろうけど、初めて見ました。面白いですね。というネタがあったんで立ち止まってました。なんかトマトと生姜は売ってましたね。あと何売ってたっけ。椅子が、でもクッションも置いてありましたね。この辺河口海ですよね。うん、直売所に。ああ。また止まった？止まったか。違うか、トマトの話か今のは。紙の箱はこれですかね。あ、動いてますか。ロシアの。ロシアの話はな。国内にいるロシア人とかロシア人の店とかもなんか批判のターゲットになっているのはちょっとやってられないですけどね。あ、この話すると多分またなんか変な盛り上がり方しそうだからやめとくか。なんか家が海沿いに密集してんじゃなくてちょっとばらけてますね。パーツか。ディスクブレーキ自分で交換したんですよ。河口はなんか広い。ずっとこれ全部浅瀬なんかな。漁港かな。漁港ですよね多分。漁港だ。相当干上がってんなこれ。天草、左はこれ漁港ですよね多分。その亀あれなんだっけ、亀の迫川っていうのの河口が漁港になってんじゃないんですかね。漁港名が分からんけど。うん、道引き、ここもそうなのかな。天草、天草って言い方ありますよね。確かありますよね、そういう海藻。あれ、ところてんの材料だっけ、なんだっけ。柳漁港。あ、暑くないです。空気が涼しいです。福岡の、あ、寒天か。そうでしたね、天草って読み方でいいんだったっけ。海藻の方は有明ではないですよね。まあでも地域的に近いから道引きの差がでかいんですかね、ここも。え、八代、あっちは天草なのか。常識かもしれんけど、なんか今はっきりしてませんでした、頭の中で。天草だっけ、天草だっけ。天草か。はっきり知りませんでした、お恥ずかしい。楽天ステイハウスウィルスタイル、これはゲストというか別荘的ななんかなんですかね。
なんかパッと見ても全く理解できなかったんで、楽天スタイルなんとかって書いてありました。何ですかねあれ。ホテルにしちゃ小さい気がする。別荘にしても小さいか。家ですかね。なんか妙にあの幅が狭かった気がする。あ違うの、楽天なんとかクロスウィルスタイルって書いてあったっけ。お、あーなんか何でか私はこういうの見ると島とか地方感を感じる。うん、え、あれ宿か。聞こえる、歌ってんのが聞こえるのが、なんかこういうのがなぜか情緒を感じる。次、西側が有明。ああなるほど。この天草の島で囲われてるところが八代湾かな。サブスク別荘、そういうのもあるかもしれんな。なんかああいう楽天とかああいうのを見て、宿っていうよりはその別荘的なもうちょっと高級なやつかなと思ったんですけどね。私の頭の中の楽天のイメージ、タル定食、朝原、こっちなんだ。あ、今の本当に貸し切りのホテルなんですか。見た目分譲っぽいけど分譲でもないし、中の設備がどうなってるか次第ですかね。お、あーこういうのもいいな。 2万、なんか大きさと場所的にそんな高くない気がするんだけど。パン、ピザ、モッパン、コーヒー、木工、人数が、ああ貸し切りでっていうことか。時間があったら寄ってきて。ひらがなでモッパンって書いてあります。いいなあ、ピザか。あ、天草サイクルな、あステーションか。天草サイクルステーションの設備だこれ。止まってますか。頑張ろう。また全面的に止まったのか。ちょっとしばらく進んで直らなかったらまた配信画面開いてリロードします。電波ありそうだけどな。アプリ側で止まってるパターンかな。ダメか。この感じでダメだったら、いや行ってそうに見えるけどな。でもゼロだ。終了ってやったら開始できなくなるパターンか。0kbps。
コメントも打てねえ。ツイッターの方も怪しいな。一旦進むか。やっぱり配信も余計な時間かかるとこだ。電波あるだろこれ。あ、パン屋さん行きたかった。帰りにもこっち通って寄ってみる手もあるな。これでランチやってるのか。何のランチか全く情報がないのがいいな。もっかん天草サイクルステーションでした。で、今この状態で言っても配信の方全く、今自分で停止させちゃったから。コメントがなんか割と流れるようになったから、そろそろ行けるかな。よっ、あ、いや、こう、ゼロキロ BPS。 ん？あ、ちょっと流れた。遅い。やっぱり電波か。やっぱ電波っぽいな。いや、ちょっとだけ流れた。ピザピザ。動いたり止まったりですね。まだ復帰線か。電波あるだろこの感じは。なんでだ。電波がおかしいな。映像のかけらぐらいいってそうなもんなのに。そろそろ橋だ。これ一旦下くぐるのか。あ、ちょこちょこ映像はたまたまで音声だけ行くパターンか。あとはモバイルルーター再起動かな。基地局の切り替えというかリセットというか。あ、高架の橋じゃなかった。おお、ここにセブンがある。メインルートに復帰したから電波あるんじゃないんですかね。あ、音声来た。映像まだ行かないですかね。メインの道に戻ってきました。ラジウム、よっ、ピザ、ライ前で止まってんな。まだダメか。もうそろそろ復帰してもいいと思うんですけど、つながっていれば。あ、弁当の飛来だ。
これから巡行、うん、もうすぐ次の、 あの2本目の橋渡ります。さっきより車は少し減ったように見えるけど、まあ一時的なもんかな。あとこの先は次の島の南側の方に行くんで、そっちも多分車少ないと思うんだけどな。観光でまっすぐ行く人は北側の方通ると思うから。あ、小まくりで2号橋っていうのは1号の2号の2号ですかね。あ、見えてきた2号橋。うん、映像はまだダメですかね。もう復帰してもいいはずなのに。消えた。あ、なんか懐かしい定型コメントが。ブラココ行く船なんでだ。 iPhone 切れたわけではないよな。あ、本当だ、2号橋だ。なんで消えるんだ。ドラココ、ドラココステータス。あ、通信エラーだ。手動で投稿。あ、行った。映像はまだなんですよね。もう一遍つなぎ直してみるか。コメントが、いや、あ、コメントを読んでる映像が遅れてると思う。だいたいコメントはリアルタイムで来るから。あれ、映像止まってる。ちょっとリース。遅いっていうか動作がおかしいな。0kbps。 あ、ちょっと流れた。200kbps。これで行ってんのかな。 100kbps。 なんかおかしい。コメントもちょっと今取り直そうとしてます。少々お待ちを。ネットワーク遅いのかな、やっぱり。配信の方は、あー、行ってないな。やべ。見えねえ。 LTE で3本立ってるよな。なんだろう。
ダメだ、改善しない。一旦橋渡ってみましょうか。電波の問題だったら動けばなんとかなると思うから。あー、これは車のために歩道渡った方がいいか。歩道通った方が、車道を渡る方が正しいとは思うんだけど。ん？お、狭形式ランガートラス。ちょっとこれは歩道通るの怖いな。やっぱ車道にするか。自転車で通れなくもないけど、左の溝が怖すぎる。落ちることはないとしてもはまりそうだ。じゃあ一旦どっかでもう一遍確認しよう。ここでなんか施設がある。ビジターセンター。よし、一旦こっちもつなげ直すか。一旦切るし、電波、電波、電波。うん、接続。リロード。接続、接続。あれ？あれ？うまくいかんな。コメントビューアーがなんかおかしい。うわ、フィッシュが遅いだけか。これコメントビューアーを立ち上げようとしたら何回押しても起動しないと思ったら、後でまとめて5個ぐらい開く。でちょっと今コメントを取ろうとしています。配信は、あ、流れてるっぽいな。
今モバイルルーターを再接続して、でこれからコメントビューアーが何でか落ちてたんで、そっちもまたコメント取ろうとしてます。2号橋は渡り来たところ、あ来た6月、すいません、なんかえらい調子悪かったですね。またなんか回線単位の遅延が起きてたんですかね。モバイルルーターを再起動したらなんか良くなった感じです。なんで私の配信だけこうなるんですかね。他の人の配信は多分起きてないと思うのに。あ、2号橋見えてました。あー、じゃあ一応流れてたのか。コメントが取れてなかっただけか。じゃあ、これで復活したかな。延長、そうですね。どこだ、自動延長じゃなくて、配信設定の時間のところが、あ、5秒に、それでもやっぱりあまり良くなかったんだ。絶望、熱暴走、あ、じゃないです。PC 触れる程度です。っていうか、あまり熱くなってないな、PC。すいません、6時間にする設定が今の画面だと見えないので、すいません、自動延長でいきます。で、2号橋渡ったけど、まだ橋あるんですか、これ。いや、あ、茶のブリッジ、もう一個橋ある、もしかして。え、午後までマジで今2号橋渡り終わったんですけど、本当だ、また橋がある。あれ、そんな、なんか地図見て、一応見てはいたんだけど、そんなんだったっけ。そして車多いです。ああ、ここは歩道行けなくもないかな。車に気を使って、ああでも結構怖いな。うん、元気でした。やっぱ結構怖い。左に落ちないとは言っても、タイヤがはまりそうな隙間が左にあるから、結構これは、あ、そうか、映像の方がもっと視点が高いから怖いだろうな。割と怖い。車に気を使ったけど、そこまで気を使わせてなかったか。そして、乗りこなしですよね。狭。あとなんか、蓋が不安定でうるさい。車道の方がですね、無理して登らなくてもよかった。よく見たら自転車用の青い矢印あるじゃないですか。まあ、あくまで書いてあるだけだけどな。なんかうるさい。下りの方はまだマシだな。立ちこぎじゃないから。水、あ、すみません、私見てる余裕なかったです。車道行けばよかった。うお、最後に罠が、よっと、見事に歩道でしたね。最後まっすぐ行ってたら、ハンドルから手取られるとこだった。最後まで。で、今のが3本目。5号まであるって言ってましたよね。おお。次4号、うん。ああ、今のとこフライト最悪だな。すぐ横、あ、4号混んでますね。
天草来るんだとしたら観光シーズンじゃないところを狙ってこないと、こういう道は気持ちよく走れないですね。混んでない方で、まるで東伊豆だ。なんかさっきからハラペコポテトさんって名前がめちゃくちゃ出てくるんだけど、広告しすぎてないですかね。大丈夫ですか。広告ってなんか広告ポイントが配られて、それを使ってアフェリーで牛深の方ですかね。広告ポイントって買ってまでできるんでしたよね多分。また電波悪いか。4号またタイプが違うのか。 500m あるのかこの橋。多分走ってる途中は写真撮れないから今のうち撮っといて、4号だけど舞島橋で名前もついてる。電波が、天下のアハモなのにな、海鮮は。上見？電波の、ああ、まあスマホは使うだろうな。特に運転者以外の人は。まあでもこの辺景色いいから見てるかもしれんけど。なんて4号は長さ 500m だそうです。西は結構すぐ渡りきった気がするな。バイク、いやなんかそんなに見てない気がします。今見てるけど、あれはサーフボードが展示してある、なんだろう。あ、ん？なんか少し施設ありますね。施設。松島温泉、物産館、ファイブブリッジリゾート。おー、で、あと残り1本ですよね、橋は。もう少しでこの車の群れとも別れられるはず。あ、水族館あるんだ。帰りに寄って行けるかもしれんな。ビソラテラス、さっきなんかカタカナで書いてあった。ここにも天草ちゃんぽんある。風速2メートル。5号橋、これわざと全部違う形式で建設してあるんですかね。今度はパイプアーチって書いてある。ホテル、あ、ホテル竜宮、今ありましたっけ。見てなかった名前。これで橋終わりか。5号は短いですね。で、この後、
すぐ左に分岐だ。この島は松島なのか。恥ずかしながら生きてました。いや全然恥ずかしくはないんだけど、これが今いるのが松島になるんですかね。で、ここの分岐でこの島の北側通るか南側通るかに分かれるんで、私は南側の方の宿を取ってるんで左に行きます。有料道路があって、あれ？あ、これ通っていいのか。これ右側の方って有料道路で、そもそも自転車通れないのか。ギャラリー小島。あれ？じゃあこれ帰るときに北側通って帰ろうかと思ってたんだけど、通れないのか。ません。じゃあ最短ルートで戻れないのか。熊本市街方面に戻ろうと思ったら、どっちにしろこの道通らなきゃいかんのか。で、帰り道にこの道を避けようとしたら、確か山の中登らなきゃいけないですよね。若干悩ましいな。まあ帰りの時は、帰りのことは帰りの時に考えればいいとして、今日はとりあえず宿まで。あ、細い道あります。山か。あ、そう、帰省してからこっち来ました。で、実家の方には天草走って5、6日後に帰ってくるっていうふうに伝えてます。最短で走り切ったら4日ぐらいでは帰れそうなんだけど、まあそんな急ぐこともないし。アブが。あ、電波は意外と電波悪いですね。6日。あとは少し南の方に甑島っていうのがありますよね。あれは、鹿児島に入るのかな。まだ鹿児島じゃないのかな。上甑島、下甑島っていう島の方もどうかなと思ったんですけど、空港はありますね、なんか飛行場。そう、テレワークです。本当の橋。あ、本当の橋。あ、生放送はできるだけやるつもりです。まあ電波の問題とバッテリーは毎日宿だから問題ないか。あそこ仙台市なんだ。仙台市だったか。あの辺りで泊まったライダーハウスのオーズっていうところがあって、今回ちょっと宿調べてる取るときにそっちも確認したんだけど、あそこオーナーなくなっちゃってましたね。あそこは確か猫いたよな、ライダーハウスオーズ。白大志さんいらっしゃいませ、お久しぶりです。1年4ヶ月ぶりですよ、配信やんの。自転車で遠征するのはもっと久しぶりかな。で、これ左だよな、海沿いですよね。一応今左サイン出しました。これであと宿まで、ちょんまげカメラです。これで見えるかな。今回配信の環境をコロナ、自粛してるっていうのと、それを理由に腰を上げてなかったっていう両方あるんですけどね。でもサンディープリントむちゃくちゃいじってますよ。今回
今かぶってるヘルメット、昔かぶってたヘルメットじゃないやつなんで、配信、うん、あのいつものコースでも配信やってもいいかなと思ってるんですけど、体力はあんまり、まあ、あ、ちょんまげ動画それを言われると何のことかな。体力はあの数年前に比べたら逆にちょっと自転車的には体力上がってると思います。ブレーキがなんて、ブレーキはマイブレーキがずっと調子悪かったんで、もうブレーキごと交換したら調子良くなりました。ヘルメットマウントです。でこのヘルメットにマウントするところもいろいろ改めて作り直してました。うん、ちょんまげ。バイクだとヘルメット、あの今ヘルメットマウントってやる場合だいたい GoPro だと思うんですけど、 GoPro は割とあの頭の中心点から重心から離れたところにマウントするんで、あ、カバー大丈夫です、いまだに元気です。それのベースのところのちょっと作り直しとかをしてました、直前まで。マイクをヘルメットにマウントする部分も今回さっと作り直して、熱暴走するのか。で、あとは今回ツイッターに書いてたんですけど、飛行機輪行の時にディスクブレーキのローターが、あの円盤が曲げられないようにカバー作ってきました。こんにちは。え、言ってた、マジで全然気づいてない、マジで。ディスクマウント、もともと私 3D プリンター始めたのは、あ、動画を一番最初に 3D プリンター始めたのはヘルメットマウント、アクションカムのヘルメットマウントが目的だったんで、あれからだいぶ改良しました。うん、あ、スマホ、うん、自転車本体に取り付ければ楽なんですけどね。でも相変わらずその自分の視線の方向を見せたいっていう欲の方が強くて、まだ他に変えるのがめんどくさいっていうのが大きいけど、ただまあヘルメットマウントだと酔う人もいますかね。あ、解像度、まあ配信的に恩恵は少なそうだけど、 YouTube 動画って意味だと恩恵ありますね。 YouTube ライブで、うん、配信欲は、うん、自転車旅行やるんだったらせっかくだから見せたいなってなりますね。配信で有名になりたいとかそういう方向の欲はないんだけど、ずっと同じ目的でやってるんで。自転車旅行はこんなに楽で楽しいから皆さんもやりましょうっていう、本心からそう思ってますから、こんなに楽ちんで楽しい趣味なのに、なんでやってる人少ないんだ。うん、ああ、マウント、ま、今日から全くあの都合がいいですよね、天気的に。マウントはですね、あのヘルメ、あの自分のヘルメットに合わせて角度固定なんですよ。そこを解決できれば一般公開して人にも売れるんですけどね。そのヘルメットのてっぺんの角度っていうのが、あのそのヘルメットとか人の姿勢によって変わっちゃうんで、調整機構も考えたけど難しくて、 GoPro のなんかのマウントはその辺当然できるんですけどね。ん、あ、なんて、このヘルメットマウントはその角度の問題さえ解決できれば、あの公開したいし売りたいんですけどね。それかもう台座のところに何かかまして角度勝手に調整してくれってことにして公開するか。あ、 GoPro の、うん、バスツアー、ニコニコの公式のバスツアーってどういうことだろう。角度、うーん、
どうだろう、台座に何かかますっていう方向だとそんなに劣化はしないと思うんですけどね。でも台座にかます方、宿配信、ああ多分今日は一人部屋だからやると思います。でも今回バンビ T シャツないです。あ、今これトンネルだから切れてるかな。トンネル出てから喋ろう。300メートルぐらいあったかな今の。あー見えない。おー、ここにもカラオケがある。小豆島にもなんか北側の人が住んでなさそうなあたりにポツンとカラオケがあったな。あ、来た。コメントが届いた。あれ、風向きが若干なんか横風。復活してないかな、映像。一旦悪くなるとトンネルで切れてその後長いですね。あ、今ヌルヌルですか。よし、こういう放置してて治る分には楽でいいんですけどね。一旦電波悪くなってそれでなんかいろいろ調子悪くなって復帰しないっていうのが一番面倒です。あー車少ないなこっちは。大体みんな高速道路の方に行くんですかね、車は。有料道路の方に。久しぶりです。私も自転車旅行めちゃくちゃ久しぶりですよ、その遠征って意味で。あ、そろそろ、あ、有料が安いのか。そろそろやばい、 iPhone がドラココ出してる。 iPhone がやばい。九州一の、まあいいか。あれ、ちょっと待ってよ。ん？ナビの方の iPhone X が充電できてないのと、あとドラココ、ドラ、すいません、チャット反応できなくて。ドラココの方が、あ、バッテリー 20% 切ってもまだ動くんだ。前使ってたグリンプスだと YouTube、 あ、 3D プリンターのやつしか出してないですね。いや、あの iPhone が単に朝から使ってたんで残り 20% なんですよ。前使ってたグリンプスっていう位置情報サービスだとそれで勝手に止まってたんですけど、ドラココは止まらんのかな。うん、ご様たち、すみません、無言で追い抜いてしまった。大人気ない、大人げない。こっちのこの自転車レーンマークちょっと変わってますね。一部が欠けた矢印みたいな、矢印っていうか矢っていうか矢尻、矢尻でもない、なんて言うんだっけこれ、羽のところ、矢羽ね。
天草大王コロッケ。天草大王って確か地鶏のはず。今日ちゃんぽん食ってきたところのもうだあの天草大王だった。トリオの涙ぐましいな。それ今日食ったちゃんぽんにはメニューのバリエーションとして大王肉入りってのがありました。コロッケ屋さん天草大王っていう地鶏がブランドなんですかね多分。アイスまだ食べてない。今日は日陰にいると結構肌寒いぐらいなんですよ。日向だと風が来てると割と涼しい。風がないとちょっと暑い。あ、読み上げがなんか風邪ひいてないか。これミニストップは見てないですね。こっちの方で今のところは九州のあれあれ読み上げがやべえ。断線かこれ。また別の理由でコメントが聞こえなくなってきた。めんどくせえ。まあ配信できてる分には一方通行でもいいっちゃいいんですけどね。私の目的は見せることなんで。あ、なんかかすかに読み上げまだ聞こえる。でも音量が落ちた。接触かな。今回スピーカーの替えがないから。うん、何が止まった。めちゃくちゃささやき声になって、すんごいささやき声になってしまった読み上げが。あ、止まった。聞こえた。電波かなこの感じは。え、サンディープリンターでなんて。サンディープリンターネタは聞きたいのに、もうそれ以外聞きたくないとは言ってないけど。スピーカーもこれ古いやつなんて、古いというか100均で売ってた小さいスピーカーの中で唯一まともな音量が出るやつだったんだけど、今もう買いがない。売ってないどこにも。まあスピーカーぐらい電子工作キット的なもんで なんとかなるかな。ラジオ配信、ああ声だけ聞こえてるのか今。映像行ってないのは電波だろうと思うけどな。うん、あ、100均で、そうですね。今日の宿は、ニュークラタケ海ホタル、ニュークラタケ海ホタルっていう宿です。ちょっとなんか道から内陸に入った、まあ、数百メートルぐらい だけど、なんか登る位置にあるのかなと思ってますけどね。映像は行かないですかね。今かなりいい景色ですよ。ん、6日間、めちゃくちゃ聞き取りづらい。すいません、読み上げの音量が急に落ちてしまって。あ、音声だけですか。じゃあちょっと見るかな。風景はツイッターに。そうですね、配信よりもはるかに綺麗だし、ツイッター写真の方が。今ここ場所的になんていうところなんだ。まあいいや、地名とかも何もなくていいや。海が綺麗だけでいいや。海が綺麗。配信機材はコメント欄、あ、違う、説明欄にいろいろ書いてます。
よっと。これで。で、映像が入ってない件はちょっともう一遍つなげ直してみますね。一旦切れます。またモバイルルーターからやってみるか。ちょっとしばらく切れます。よっ、周りが明るいと全然見えない。これは何撮ってんだろうな。今日の宿まであと何キロあるんだろうな。まだかなりあるな。経路33キロか。あー、そんなでもないな。ん、あれ勝手に行った。違うか、ツイッターの方か。こっちは配信できてないもんな。こうか。でもなんかそもそも映像が動いてない。これもやり直すか。うん、ちょよっ、おっとっとっと、一旦切って連携して開始。お、線流れた。かなりいってるな。これは結構いってるかな。どうですかね。あ、来ました。どうですかこの景色。なんかみんな潮干狩りみたいな人たちが、潮干狩りじゃないよなこの位置は。何撮ってんですかねあれ。でカエルの声も聞こえてます。この景色配信できてなかったんだ。危なかった。でも電波悪いんですかね。今通信速度が、あ、線いってるな。カエルの声聞こえてますかね。砂浜、あ、そうですね。ゴロゴロしてる位置ばっかりだ。あ、ぬるぬる。調子悪くなったら復帰しないですね。電波が良くなってもめんどくさい。いちいちこの再起動とかしてられんな。こんなん機械の方で何とかしてくれよ。というわけで宿まで今地図で見たら33キロでした。撮ってる。ああ、いや、わかんないんです。そこら辺になんか岩に緑色のものがくっついてるからの糊みたいなもの取ってるんですかね。配信ソフト、ネットワークにも見えるしよくわかんないですね。アオサってあんな感じで取るんですかね。海の中で取るようなイメージあったけど。2時間、いや、まあ3時間弱ぐらいかな。感触としてはなんか6時前に着けそうな感じですね。もっとかかるかと思ってた。やっぱり最近しょっちゅう走ってるから足の方は大丈夫だけど、昨日と今日でその飛行機輪行とか新幹線輪行とかで、ガンダムそんなんできてるのか、
上半身に20キロ以上の荷物を持って歩き回るっていうのをもうその1年とか2年とかやってないんで、今背骨とかあの腰のあたりとかが結構来てます、この道路。しかも今これほとんど追い風ですよ。今日は楽すぎる。とりあえずは車が多すぎてどうしようかと思ったけど、いいところはいいですね。さっきのあの脇道もコメントで教えてもらってよかった。おやつは2時間、いや3時間ぐらいは多分おやつは、そうですね、なんか、あ、風切り、そうですね、追い風で。おやつはなんかちょうどいいものがあったら開封したいです。あ、幹線道路以外。それにしてもこんなに混む観光地だなんて何べんも言うけど、北小松チュールか、うまいですかね。食ったことないから分からんけど。帰ってきた自転車旅行が、あの自転車旅行するんだったら大体阪神してるから、遠征の自転車旅行してないのも1年4ヶ月ぶりです。いや、それ以上かな。確か最後の去年の1月にやった配信がいつもの稲城市に行くコースだったはずだから、その前だな、一番最後に遠征したのは三浦半島だったっけ。釣りしてる。ん？キャスで流行ってる？あ、キャスではやっているのですか？いや、ニコニコ以外で生放送したことはほぼないです。ニューストリームも今ないんでしたよね、確か。ニューストリームで持ち配信とか昔やったな。あと、あれだ。ツイキャスはドローンで何度か使ったか。ドローン配信で。ドローンの操縦に使うあのスマホとかタブレットの画面をツイキャスに載せてやってましたね、しばらく。もちサミット中継はあの時はニコニコでしたよね。もちサミットはあれイベント名変わりましたっけ、場所も変わって。もちサミットっていう名前自体変わってなかったっけ。モチブん？ユーストリームが、なんて？何サイト？ブレーキのカバー、あのツイッターに書いたブレーキディスクブレーキローターのカバーは今のところちゃんとあの保護してます。さっき新幹線で博多から熊本までたった 4,50 分のところを新幹線で短縮したんですけど、その時にはカバーしてたけど、まあ自分で運んでるから当たらないですけどね。あ、消滅した。で、今リンコグッズでブレーキローターを保護するやつっていうのは、あのウレタンとかで単に汚れとかがつかないようにするためだけのローターカバーの他に、あの曲がらないように保護するって意味だと、オーストリッチのディスク、そのローターのちょっと外側にさらにちょっと小さい円盤を出っ張らせてそれで保護するっていうのはありますけど、それぐらいなんですよね。あとは確か前後輪を軸ハブでつなげてそれをフレームに通してやるみたいな。ん？何のつかさ。イーロンマスクってあれ何の人なんだったっけ。お元気です。自転車ずっと乗り続けてたんで前より乗ってますよ最近は。土日はほぼあの稲城市とか多摩川の方まで走りに行くんで、ん、ナビスタ、テスラの人。あ、ファルコンロケットっていうのは、あれなんだっけな、
テスラの車掌か。手のひらでお釈迦様か。いや、お釈迦様を中で動かしてるんじゃないな。手のひらの中で好き勝手させてるだけだ、あれは。なんかツイッターはその人に変われそうで、なんかいろいろ変わりそうだって話なんでしたっけ。私はツイッターコミュニケーションっていうよりはほぼ発信のためにばっかり使ってるから、どうなんだろう、なんか影響あるのかな。5兆円で実際どういう影響があるんですかね。なんかそういう関係のニュースはちらっと見てはいるんだけど全然理解してなかった。あー、有料か。あ、なんかそういえばツイッターでなんか全員を認証したいとかいう画像を見たような気がする。昨日だったか今日だったか。51歳、私とほぼ同じっていうか、あれ、私は50歳だっけ、51歳だっけ。あ、スペース X プレミア会員、ニコニコはすでにそれですよね。私はニコニコにアクセスしてない間もずっと払い続けてました。プレミアム会員代金月500円でしたよね。昭和45の10月、確か50だったと思うんだけどな、まだ51だっけ。うん、70年、ニコニコ支えてんだっけ。50超えてますよ。50超えた記憶はあるけど51になった記憶ないんだけどな。なんか最近ANA だっけ、あれ今年52、嘘、あれじゃあ51になってた、いつの間に。私が知らんうちに51になってたのか。あれおかしいな、本当にマジですか。そう、大学生に間違えられることはもうそれだ。40の頃からさすがにそういうことはなくなってますけどね。そう、2022年、知ってる知ってる。あれ、じゃあ私は今51なのか。40、うん。そう、配信やって10年以上っていうのが結構感慨深いですね。そんな経ってんのかって思いますね。若返る。とりあえず自転車旅行ができる体力は維持し続けたい。あとは峠もまた登りたいんですけどね。52歳か、ああマジか。10年乾燥早く。70、カウント方法がよくわからん。左そんな感じですね、確かに。南高雪、南高雪なんか方がこけてて痩せてるイメージがあるけどな。峠、とりあえずヤビスとかで復帰しなきゃいかんかな。今その峠ぶっ続けて登れるかどうかの自信はないけど、まあ多分登りゃなんとかなるだろう。二重曲がり峠とか、また松姫峠とか。お店ないですね。うん、自腹、自腹、今のは何だろう。モチサミットは何年行ってないかな。かなり行ってないですね。4年か5年ぐらい経ったかな。モチサミット配信は結局厳しかった。並んだり食ったりしてる時間が長いから、その間配信してるの無理があった。補給食は今はなくないので、あ、カロリーメイトを持ってくの忘れた。例の自作カロリーメイトケースに入れて持ってくの忘れた。だからハンガーノックを起こしたらちょっとやばいですね。あ、そうです、一ノ関市の二子橋の、モッパンですよね。スルーしてきました。帰りに寄りたいなと思ってましたけど。
とりあえず60キロで午後スタートみたいな感じだからやばいなと思ってちょっと急ぎ気味であんまり寄り道せずに行ってます。今はどうせまた戻ってくるだろうと思ってるから。もっぱんマジっすか。あそこ天草サイクルステーションって書いてありました。カロリーメイトケースが今回自慢できない。でも 3D プリンター関連は最近結構いろいろ作ってるな。うん。ああ。メルカリカロリメートケースはないんですよ。あれは色にもこだわらなきゃいけないから、その色の材料今持ってないんですよね。薄黄色のやつ。そうそう、カロリーメイトとソイジョイだったらカロリーメイト。ん、何を復活。そういや、この iPhoneSE ケースカバーというかグリップメルカリ出してるのに1個も売れないよ。私は今まで作ったものの中で風巻き込み防止バイザーって何ですか。日よけバイザーなら作ったけど、あのメガネに取り付ける日よけバイザーは売ってもいいなと私は自分で思ってました。朝と夕方に、朝日と夕日が眩しい時につけるやつ。上り坂です。メルカリ、私は自分で作ったやつをただ売るのに使ってるんですけどね。ただ今口が滑るというか、なんか、まあ口が滑るだな、今の表現は。やっぱりあ、港川、そうですね、今脇道全然見てなかった。で、なんだっけ、忘れた。そう、思い出した。ゴールデンウィーク中だから今メルカリの出品は全部停止してます。発送できないから。最近一番出てるのはタブレット、ホチキスで壁に留めるタブレットを壁につけるやつ。タブレット、なんだっけ、一時停止は、どれのことだっけ。 3D プリントの話ですかね。一時停止、ああメルカリか。そうです、一括で。エアペイの端末をその暗証番号を入れてるときに隠すためのカバーっていうのがよく売れてたんですけど、最近なんか別の人が作ったカバーがめちゃくちゃ売れてて、私の方はほぼ売れなくなりました。まあそれでも今使ってもらってるところ、稲城市の売りカフェとかあの辺りでフィードバックもらえるんで、で、いや全然パクられてないです。全然違う形状。あ、パネルもあります。メガネの？商売がたき。その人はなんか 3D プリンターをたくさん並べてやってるらしいんですよね。3D プリンターの講座とかもやってる人みたいです。で、あっちの人のやつはスリット結構古いタイプのカードのスリットを通すっていうところの端子が塞がれないので、そこは私の作ったやつは負けてるところなんですよね。
でも最近あのカバーを開閉できるように蝶使いつけたから、その点は結構あの革新的だと思ってるんですけど、でもあまり売れない。あと1個だけ、最近これ見つけたとかいう話をしたら、それ出品してる人があのに迷惑かもしれんけど、あの私が作ったデータは全部あのパブリックドメインで、商用利用も全部自由だっていうふうに、いや別にそんなあのたくさん売らなくてもいいんで、で私が公開したデータを使ってプリントして売ってる人が一人いました。まあ1個だけしか売ってないんですけど、今私が作って売ってるやつはバージョン3ってやつなんですけど、それの前の前のバージョン 2.5 の前のバージョン2ってやつを印刷して売ってる人がいました。あのちゃんとライセンスは確認してですね。で私もあのそういうふうに売られることも別にいいというポリシーで公開してるんで、でもやっぱりその人も売れてないな。あの 3D プリントとエアペイってキーワードで監視してるので、私は兵器の、ああモンキーモデルって言い方するんですかね、そういうのオープンソース的なやつ。私はそれで儲かるかどうかよりも、私が作ったデータが使われてるっていうことの方が自尊心が、自尊心がじゃない、なんて言うんだろう、自尊心でいいのかな、自尊心が盛り上がるので。でそっちは売れなくなったって話はしたんだけど、随分それ見せそれたんですけど、壁掛けタブレットホルダーってやつの方が最近売れてますね。自己承認、ああ多分そんな感じ、まあ自分が役立ってるとか認められるとかそういう方向ですね。オープンソース、あとは最近はあのマスキングテープのカッター、テープカッターとか、そういうそのあたりのデータが結構参照されました、ファボられました海外で。だから 3D プリントで細々食っていけたらいいなぐらいに思ってます。久しぶりです。でメルカリで売れた分の売り上げは全部あの夕飯で使ってるんですけど、なんとかタイプ光造形ですかね、安くなりましたよね。なんか道走ってる感じもあまりしないぐらい楽だな。来てるから、モンキーモデルっていうのはサルマネ的な意味でのモンキーなんですかね。でもオープンソースだったら別にどうこう言われる話じゃないんですよね。稲城に、あ、私は夕飯はいつもあの中山食堂っていう横浜線中山駅の近くの、あそこはまあメインカレー屋さんではあるんだけど、そこで定食食うのにそのメルカリのポイント使ってます。で、あのエアペイのカバーがめちゃくちゃ売れてた頃は、飯食っても飯食ってもずっと同じぐらいの金額がポイントで溜まり続けてたんですけど、最近ポイントが減ってきた、売り上げが負けてる、ずっと。そう、メルカリで 3D プリントの製品、商品を売って、で 3D プリンターで食ってるっていう言い方ができるとか言って自分で勝手に盛り上がってたんですけど、最近食えてない、夕飯代に足りなくなってきました売り上げが。そう、ただまあ元では入ってないんだけど、その場合元で計算したらマイナスですけどね。最近はそれでも足りなくなってきた。確定申告は確か利益が年間20万でしたっけ、働いてる人で副収入の利益が20万超えたら確か申告いるはずなんですけど、そこまで行ってなかったです。売上額だったら20万いくかな、確かいかないくらいじゃなかったかな。
だいたい今利益は売上金額の中のどんだけだっけ、確か 3、4割、2割から4割ぐらいかな、最大で4割ぐらいが売上が利益なんですけど、確か確定申告がいるいらないはそっちでカウントしますよね。もっとなんか革新的な便利グッズを作って売りたいな、データも公開したいな。新しい自転車買えるほどはないな。そう、原材料とそれだけで、開発費とか人件費とかは全くカウントしないでですけどね。そのあたりは個人でやってる分にはカウントが難しいからやってないです。捕まったい、今のは捕まるったいって意味ですよね。こっちだと捕まったいか。アコージュ、日本で3番目に大きいアコージュ、これじゃないよな、なんか向こうに渡ろうとした途端に車が多い。会社での時給、いやー、それだと働いてる時間カウントしなきゃいけないですよね、 3D プリンター絡みに。あ、また電波悪いですか。ちょっと神社の木がすごい、なんかすごいすごいので、ガジュマルとかそういうんじゃないと思うんですけど、ん？これは一本の木じゃなくて絡みつかれてるのかな。なんかそんな感じに見えるような。捕まったい、つまり捕まるとよって意味ですよね。ちょっと麦茶、映像いってますかね今。なんか木がすごいです。あ、来ました。なんで動いてないのに、場所移動してないのに。なんかヒゲがめちゃくちゃたくさんある木が見えてますかね。落ち葉もすごい。あ、なんかこれお久しぶりです。あ、大木映ってますか。これが日本で3番目のアコージュっていう、アコっていう種類の木。なんかしっとりした感じの花だかなんだか落ちてるんですけどね。まあ大惨事でしょうね。たまたま人がいたりしたら大変だけど、アコージュ、これは何かは寄生してるわけじゃないんですかね、ヒゲみたいなところは。こういうタイプの木なのか。新緑でいい、すごくいい色してる。今の花が落ちてたのかな。じいちゃんばあちゃんが急に渡らす場合大丈夫かい。暗い、なんかめちゃくちゃひげがいっぱい生えてたんですけど、あれは何かがその周りに絡みついて寄生してるようなものではないんですかね。ああいう木なんですかね、アコージュって。こういう時にはアワフした、アコージュの画像、一応画像見るときは止まる。少々お時間をください。はよ、問題が起きたからやり直せと。なんでだよ。
ね、やっぱり今回線は悪いのか。電波悪いっぽいな。またモバイルルーター再起動するかな。めんどくさい。ああ、でもガジュマル、あ、本当にああいう気なんですか。ありがとうございます。画像検索しようと思ったけど、なんてか繋がらなくて。タラチネっていうのは工事の話なんですかね。じゃあ自転車の人パラパラ見かけるな。今ので今日5人目ぐらいか。あんまり追い風って感じでもなくなってきたけど、タラタラ走ってる分には楽だ。特徴は工事ですか。ありがとうございます。ああ雪なのか。なんか別のものが絡みついてるように見えますね。音も切れてきた。3からなんか怪しくなってきたな。またアイドル2、こんなところにコインランドリーが。他の店もあんのかこの辺り。あ、戻った。姫戸町っていう、これは地域かな。この町はまだ実際に市区町村として存在しているのかどうかわからんけど、うちのあれ祖母の方の実家のむしろ地みたいなのこの辺。今海沿いに行った方が良かったかな。まあ 500m ぐらいだから大したことないか。ん？あ、なんて。また。ん？あー、なんて。なんて。500m。今海沿いの道行けたかもしれんな。3つある。この先なんか定時路になってて、その先もトンネルなのか。連続っていうのは一旦途中は途切れるんですよね、こんな風に。今抜けたのが、あと2つ。音声映像はどうなんでしょうか今。
久しぶり、めちゃくちゃ久しぶりです。1年以上、1年4ヶ月。あ、今ぬるぬる。ようわからんな。こっから山の方を通っていく道もあるけど、多分今日通ったら疲れるな。今のところ 足の方はあんまり疲れもあんまり感じてなくて、今まで旅行するときってだいたい初日とか2日目あたりまで結構きつい感じがしてたんですけど、あ、イソヒヨドリ綺麗だ。やっぱり普段走ってると結構違う。聞こえない、すみません、聞こえてないです。迂回できたか。やっぱりあっちの道行けるのか。春の？ん？ん？あともう一つあるんですよね、トンネル。あと一つ。ちゃんと地図見て迂回すればよかったかな。でも、あ、できないやつ。でも、あの今の話だけど迂回したかったですね。見逃した景色があるかと思うともったいない。あー、ひばりは確かに姿見えんもんな。私もあれがひばりって気づいたこといっぺんもないです。かすかに上空で飛んでるのが見えることはあるけど、形までわからんからな。これ左から来る道がその迂回して海沿い通る道なんですよね、多分。トンネルで何かを見落とした。トンネルの方を通ってしまって、ん？ヘントグシ。頭が歩いてます。それは 見てても気づかないってやつかな。見ててもヒバリと気づかないっていう地名の読み方がわからん。最後のトンネルは377メートル。まあそこそこだな。このトンネルは明るい。
さあ、デリ山崎。まあ買い物はどうだろう。夜のために缶チューハイ1本買っといた方がいいかな。いや、今買ってたってどうせぬるくなるし、いいや。山崎はこれですかね。Y の字見えないけど、違うかな。清水商店。あそこに出入りありますね。トンネル結構今のところ明るかったけど、あとはデイリーで買っといた方がいいものあるかな。缶チューハイはぬるくなりそうで冷やせるかどうか自信がないから、まあでも冷えてなくてもいいかな。どうだろう。あとこの時間に自転車の格好して入ってきてますが、缶チューハイ買ったらやばいんじゃないかな。あ、ロードバイク置いてある。酒とかビールとか売ってる。ヘルメット姿で2人休憩してる。あ、来ました。よっと、よっと、会釈した。ソフトクリーム、あー、売ってたかもしれんけど、もう取りすぎてしまって戻る気力がない。気力がないって言ったら別に疲れてるわけじゃないんですけどね。特になんか買うもんないかなと思って。夕飯まで、あとはなんかおやつ的に食えるものがあったら買い食いしたいなと思ってますけどね。あ、あれヘド串。ああ、沖縄とかともなんか違う感じだな。ヘド串。あ、でもヘド岬はあるか。沖縄にヘントナとヘド岬があるよな。関係あるかどうか分かんないですけどね。最近そうです、近所ばっかり。でも近所の中で特にいい道を見つけて何度も何度もそこ走ってる感じです。鶴見川沿いは多摩川と違って、あのそもそも通ってる人が少ないのと、あのまともにサイクリングロードとして整備はされてないけど走りやすいです。それと雰囲気がすごくいい。うん、今日の宿はあの海ほたるっていうとこです。ニュークラタケ海ほたる。1泊2食8800円。アピールしすぎですかね、8800円は。ホテルとかだったら素泊まりにした方がいいかな。周りに店があることが分かってさえいれば。ブルジョアなんで。でもやっぱり8800円は結構電話かけるときにためらう。それより前に1泊2食で5000円台のとこと6000円台のとこに確か3件かなかけたんですけど、安い、あーですかね。まあ普通旅行でしょ、あの食事付きの旅行って言ったら世間一般のイメージだったら1万円超えのところが多いんじゃないですかね。良い大人、そうですね。でも変に安いところも面白かったりするんで。今日も真っ先に電話したのはまずドミトリー、アイベアで2500円のゲストハウスと1泊2食で5000円っていう一番外れにある民宿です。民宿の方は特になんか面白そうだなと思ったんですけど、いっぱいでした。あさっての宿ももう今日から探しといた方がいいかな。ただあさっては最悪、夜まで連休、ああしてないですね、確かに。あさっては頑張って、うん、ありがとうございます。あさっては頑張って夜まで走れば熊本の方まで戻れると思う。
月曜日、ああ、5月2日かな、月曜日は。何料理なんだっけ、こっちは。なんかこの配信始めた頃に、今日の最初の方でそういうコメント何か聞いたような気がしたけど忘れた。なんだっけ、明日は牛深っていうとこです。あの一番南の天草の島の南と南端にあるとこで、港があるところ。どうなんだろう、一番栄えてるところなんですかね、天草の中で。それとも2番目とか3番目のあたりなんかな。一番栄えてそうなのは、ん、橋がある。一番宿が密集してたのは確か、あ、栄えてないですか。一番なんか宿が多かったのが、あのさっき橋渡ってきて、あれどこだっけ、頭の中の地図がもうぼやけてきた。なんか島と島のつなぎ目あたりにあるところ、市街地がなんか一番宿多かった。あそこどことどこの間だったっけな、この島の中だったっけ。それか次の島だったか。本土天草市か、あの辺りそうだったのかな。すみません、ちょっとあの頭の中で今日行くとことか明日行くとこしか頭の中に入ってなくて。47歳の春だから違う、41歳の春が10年前か。次ですかね。この島は確か北の方通ったら結構短いから、それを渡った先のとこでしたよね、一番栄えてそうなの。52になるとは。上天草かな。いらっしゃい。三井天文台、そろそろなんかおやつ的なものが都合よくあってもいいんだけど。あ、ルッキョ。あー、そういえばなんか牛箱のあたりってすぐ南にまた橋があって、あ、橋じゃない、島があって、うん、なんかその中にどっかループ橋があった地図で見た気がする。今の、うん、100メートル11秒ってどんだけ速いんだっけ。殿様、いいですねこの辺りも。よっと、企業中かなんか細々60、あの貯金の減る速度、貯金が減る速度を落としながら暮らしていければなぐらいに思ってますけどね、 3D プリンターで。あ、茂田が、え、あ、そんなのあるんですか、牛深のところの、あの島に渡るところ。確か動く橋は、ん、ひろみ、その開閉する橋っていうのはリアルタイムで見たことない気がする。トム・クルーズ 3D プリンター、あの安くできるってやつですよね。あれも今はなんかネットで話題が出ると散々叩かれてますけど、 YouTuber どうなんだろうな、将来性あるのかな本当に。なんかある日 YouTuber がいきなり収入源なくなりそうな気がしそうなんですけど。真上に、ああ
そういうイメージか。橋がずっと上がっていってまだ間に合うしにジャンプして向こうに飛び移るとかそういうことはできないわけか。ユーチューバーっていう職業も成功しそう、まあ、そういう見方もありますね。あ、10万人で。でもあれはもうなんかその動画を撮り続けて公開し続けるっていうサイクルが途切れたらアウトですよね多分。あ、叩かれるのは、ん？吉田製作所はなんか、3D プリンターの、3D プリンターがなんか役に立たなかったっていう動画を作ってた人みたいなイメージがあるんですけど、その人とは違いますかね。そういう内容じゃないのかな。多分、下手したらまた聞きレベルで見てると思うから。3D プリンター絡みのチャンネルはいくつか見てるのありますけど、その、あ、やっぱりあの感じのとこですよね。扱いが。なんか突き詰める感じじゃなくて、その時に使えるものを使ってみるって感じだったんです。のようなイメージがあったんですけどね。うん。積層、何して積層させるって今言ったんですかね。ネタ。ない方が、いや、あんまり見てないんですけど、 3D プリンターもやっぱり、ね、ネタとしてやってる人も結構いますよね。まあそれは好みの問題かな。私はなんかそのリアルで役に立つものを作れたら嬉しいっていう方向で楽しんでる人間なんで、うん、ちょっと天気は曇ってきましたね。マイニングか、掘ってんだな。こんにちは。配信は1年4ヶ月のはずです。1年4ヶ月ぶりのはず。でも 3D プリンターは動画ネタとして、その真面目な、そのクソ真面目な感じの 3D プリンターのチャンネルとか作ってもネタを継続的に出し続けるの難しそうだしな。私もニコニコで 3D プリンターのチャンネルを作って早々に配信しなくなってしまったから、やっぱり7000万円っていうのは YouTuber っていう職業として稼いだ金でっていうことなんですかね。やっぱり軌道に乗るとすごいんだろうけど、戦場で、それは、あ、自転車旅行。でもそれもやっぱりなんか企画をいろいろ考えてやんなきゃいけないですよね。YouTube ですよね。でも YouTuber っていう職業がまだ私にはそのバブルっぽいイメージがあるんですよね。ほんのちょっとした浮き沈みでいきなりゼロになったりとかっていう可能性がありそうなものに見える。どうしてもその真っ当な職業みたいなイメージを持ちにくいんですよね。1年で1億。あ、久しぶり、ありがとうございます。私も自転車旅行自体めちゃくちゃ久しぶりです。我慢できなくなりました。もう漁業、うん、なんかそんなイメージがあるんですよね、どうしても。いや、多分かなり偏見だと思うんですけど、まあでもやっぱりその YouTuber の人の配信をずっと見続けてたら全然イメージ変わってくるんでしょうね。自分がどっち側の人間として考えるかによって全然ああいうの変わってきそうだから。動物系？あ、ちゃんぽん屋さんありますか。といっても昼ちゃんぽん食っちゃったから、まあ湯虫は別にあるか。自転車旅行、コロナ的な意味で今遠くに旅行すると
なんか言われそうっていうのがやっぱり一番でかかったかな。あとは、うん、それを理由にサボってたっていうのもある。でもなんかこのまま自転車旅行やらなくなったらと思ったら怖くなりますね。このままずっとただもう同じとこ走り続けるのも面白いっちゃ面白いんですけど、やっぱり知らないとこに走りに来ていろんなもの見るっていう方がはるかに思い出になるから、あとは峠にもまた行きたい。松姫峠なんか今とか季節最高だと思うんですよね。でも結構私はあの夕飯で食堂に行ったりするときも一人だけ、3D プリンターのなんて一人だけクソ真面目にマスクつけたりしてるんで、あ、三隅の方のあっちは今スルーしてきましたからね。帰りに通った時になんかいろいろ見れたらいいけど、お、実刻マジですか。あれ何十年あの状態だったんですかね。あ、2個実刻峠ってほぼ常に通れなかったですよね。昔私行った時もなんかよくわからんまま工事現場の中を通り過ぎてたような感じだったし、あ、ぬるぬる違うか。いや、マスク本体作るのは私は無理があるとずっと思ってました。体重や持病、あ、今の私がですかね。体重は結構増え続けてて今70何キロかぐらいですけど、でも体力的には前よりは自転車は走り続けてるんで、一応トンネル出るまで待つか。そう、70何キロやばい。そんなに変化はしてないんですけど、今言ってもしょうがないか。全然減らないですね、ずっと走ってても。まあ日常生活で支障なければ別にいいんですけどね。そう、私は血液系、あ、今の大丈夫でした。私は結構高血症で薬飲んでるって、それで3、4ヶ月に一遍ぐらいずっとかかりつけでお医者さんに診てもらってるんですけど、まあ問診受ける、あの検診、あの話をするだけですけどね。まだ高血症のやつ飲んでます。なんかしばらくずっと値が良かったから、もしかしたらなんか改善してるかもしれないっていう話になって 2、3ヶ月やめたことがあったんですけど、指示のもと見事に数字戻ってしまいました。高血症放送事故が、ああ、完全に止まることは少ないですね、今回。これでも。だいぶ止まってはいるんですけど、私の放送の基準からすると今日は結構調子いい方。止まってめんどくせえとは言ってますけど、どうしようもなくなってイライラするほどのトラブル起きてないな、今日は。食事が、最近は割と食事マシだと思うんだけどな。自炊するときはめんどくさくて肉使ってないしな。だいたいパスタ茹でて、ははアップダウンはなんかそんなにないですね、今日予想以上に少ない。野菜、結構野菜食ってる方だと思いますけどね。てんやもの、私は今はそのいつも行ってる中山食堂っていうところで小鉢定食っつって、肉と魚と野菜系の小鉢がそれぞれ、全部で小鉢が4つだったかな、5つだったかな、あるんですけど、それを今週に 3、4回もっとかな食ってるんで、であと週1回
鶴見川沿いの安倍商店っていう農家のおばあさんたちがやってる。3ヶ月苦しそうだな、なかなか。そう、あの、まあ盲目的に肉食わなきゃとか油取らなきゃ OK ってわけではないと思うんですけどね。なんかの思想にあの傾きすぎると良くないとは常に思ってるんで、いつものでまあなりますね。パスタ、ビタミン、ああ、人間はなんかいろんなビタミンを作れないように進化してしまったっていうのは YouTube 動画で見たな。トンネルは私は週は食ってる回数で言ったら週3回は十分あると思うんですけどね。肉の小鉢と魚の小鉢が両方ある定食を週3回以上食ってるんで、ソイレントグリーン、まあ人間に必要な栄養素入ってそうですよね。ソイレントはグリーンはナス、もうナスの季節ですかね。そう、 DHA ってやつですかね。あれもなんか言葉だけがあのなんていうかさ、言葉だけが一人歩きしてるようなイメージあるけど、なんか栄養分で何かこれがいいって言ったらみんなが一斉に群がるっていうパターンももうそろそろいい加減少なくなってきてるんじゃないですかね。いまだになんか昼の、その昼はランチで近くの猫舌亭2っていうあのランチやってるところにいつも食いに行ってるんですけど、そこでその昼の昼飯旅とかやあの流してるんでいつも見るんですけど、間に挟まる健康食品のあれがやっぱり未だに盲目的にこの栄養素がいいから1日何ミリグラム取れるとかいうのやってますね。ぬるい、あれご自立て意外と辛いのとか熱いの出ますけどね。ああ痛風とかあれもなんか痛風になったら贅沢というか食い物が悪いからだって言われますけど、あれは遺伝関係ないんですかね。病気になるのは何が悪いからだって決めつけるのもなんか、まあ私はいつもそういうのに逆張りしてるだけだけどな。思い込みが悪いと思いすぎるのも良くないのかな。体質は絶対ありますよね。本人に非がないのにそういうの言われ続けたら頭にきますよね。書くか、あのプリン体系の話ですかね。プリンプリン、うん、まあ疑うのも大事ですね。信じ切るのも怖い。この辺なんか海がちょっと茶色っぽいんですよね。昨日大雨が降ったこととか関係してんのかな。手前の海はちょっと緑色なんですけど、向こうの方がちょあの茶色っぽい。そう、ただ泊まるとことか考えると 100% 自由じゃないんですよね。どこでも野宿できればいいのに。うお、意外と登ってる。でも割と平気でいける。
た、あそこに橋が見えるから、あれがあの天草の中心地のあたりが見えてるんですかね。これ平気で行ける、平気で。ああ平気平気。これなんか岬か。ああ平気だった。あの一気に登ろうとすると一呼吸を置いてくる。うん、振り坂。ああ、神山草市。名物いまだに知らないです。天草はコメントもとのやり取りの中で何が出てきたっけ。天草の名物なんか柑橘系のボンタンと、ボンタンとなんとかパールっていうのは聞いたけど、それ以外よく覚えてないな。あ、タコは言ってましたね。そういえば天草のタコ、まんじゅう、貝汁、貝類ですかね。青森の動画どれだっけ。五能線沿いの雨の時は録画できてなかったと思うから、パール缶か、缶がつくのか、後の方にデコボンでしたけどね、なんか覚えてないな。ボンタンじゃなかったですね、ブンタンか。あー、車エビも行ってた、行ってた、行ってましたね。確かに。ダメだ、全部片っ端から忘れてる。ちょっと面白いぐらいに忘れてる。それしても店ないな。あ、ウニも行ってましたかね。あれウニ行ってたかな、行ってたかな、行ってたかもしれない。久々です。なんかその海沿いにロールケーキ、そのなんか甘いもんとか、50センチ、甘いもんとかどっか売ってるとこないかなと期待してたんですけど、ないですね。予想以上にないな。あ、海鮮が。今日の、まあ、昔の青森で動画残してるとこどこだったっけ。うん、あ、こっち側。あ、なるほど、そうですね、北側の方じゃないとないか。人で、あ、人で行ってましたね。食感どんななんだろう。人で、うまいもんだったらみんな食ってそうだから、それなりのもんだと思うんだけど。なんか若い人が新しい店出してるところがどっかポツポツないかなと思ったんですけどね。やっぱ車が通る方に店出すような。え、あれそのまま食ったら毒あるのか、知らんかった。うん、一旦帰ってからこっち来ました。まあ家族サービスとか何もないんですけどね、単に顔見せてるだけで、食わしてもらって寝させてもらって。あ、ウニみたい、お寿司。あ、なるほど。ホテルの飯どうだろうな。サイクリングしながらやろうと思えば。甥っ子はもうサッカー人生ですね。甥っ子は今小6です。お久しぶりです。
甥っ子じゃないけど、その週一で行ってる農家食堂っていうところのおばあさんがやってる、おばあさん3人でやってるんですけど、あ、来年、うん、そうですね。富安アビス、あ、アビスパ、アビスパですね。でもまだアビスター関連のには試験に合格して入ることはできてないらしい。その移動式ハンバーガーないかな、こっちに。こっちにはないだろうな、やっぱ。まあぐるっと一周回ればそういう店も見つけられそうですね。合いそうですね。ん、本格的、ああ、そんなに本格的です。マジでサッカー人生なんで、あんまりなんかベラベラ喋ると特定されそうだから、妹が嫌がりそうだから言わないけど、本気ですよ。バルセロナ、バルセロナは私はサッカー的にどういう意味での聖地なのかよく分かってないんですけど、有名なチームがあるところなんでしたっけ。愛の、あ、さっき通ってきたな。愛の天草、小熊屋は相変わらずなんか需要、供給が追いついてないらしいですけどね。一人でやってるから、なんか常連さんがやたら並んでしまって買えない人が出てきたりして、で並んだのに最終的に買えない人とか出てきたりして、結構それで文句言われたりしてへこんでるらしいです。そういうのってその人数どこまででもうこれ以上買えませんからとか整理する人もいないんだから、10年多分そう一人でそれできるわけないから、もうちょっとなんか店側に気配ってほしいなと身内としては思いますけどね。お、いかにも左行ったら楽そうだけど、これはうわーすごい遠回りになるな。まあでも宿まであと何キロだ。12キロだったら海沿い遠回りしていってもいいか。あ、でも電波ないかも。その予約の仕組みとか仕組みを作ったり管理したりするのも大変そうですからね。こぐま屋はもう完全に人手でできるところまでしかやらないつもりなんで。おお、5時前に、そうですね。まあ追い風なこともあって予想外に早く進めてる。もうちょっと寄り道してもよかったかもしれない。あ、収録あります、こっち。20年、なんだそれ。20年待ちコロッケって意味がわからない。ガミ使ってないです、 iPhone だけです。やっぱりもう解像度とか、そう、オンラインじゃなきゃ使えないっていうデメリットも、オフライン地図ダウンロードしておけばなんとかなるとか、いろいろ解釈があるんで、地図の見やすさがやっぱり全然違いますからね。ガーミン地図も買わなきゃいけないし、やっぱりスマホで Google マップ見れる環境を作れてしまうと、まあ自分で作ったわけじゃないですけど、そういう環境ができてしまうと戻れない。本当にサイクリングに関する環境はめちゃくちゃやりやすくなりましたね。スマホで地図もそうだし、レーダーってなんだっけ、モデル名。ログはライドウィズ GPS っていうサイトに有料で登録してずっとそこに溜めっぱなしです。ライドウィズ GPS はヒートマップで他の人が走った道っていうのが可視化されるから、
結構便利です。あ、また青筋上げ派。あ、レーダーってそういうやつですか。まあ車側に今そういう技術があるからセンサーどうやってんだろうな。やっぱり別途センサーつけるんですかね。あのなんとかっていう通信規格でつないで。ああ、おお。なんかすごいな。これ何年だっけ。5年は経ってないか。安倍総理ですよね、やっぱり。これは何でしょうね。鬼の洗濯岩みたいな感じかな、あれみたいな感じか。鬼洗濯岩は結構あちこちありますよね。今まで見たのが宮崎の方と、あと青森の五能線沿いのあたり。この辺もすごいな。あ、釣りしてる。うん、快適ですね。母は言わなくて済むし。うん、自転車はなんて。斜めにオープンソース37。どういうこと。エスケープ R ってあのエスケープの軽いやつでしたっけ。あ、そうそう、青島のあたり。そうそう、あとなんかあのあたり船が沈んでたような。いいっすね。脇道の方に来れてよかった。結構歩いてる人とかママチャリで走ってる人見えますね、こっちの方。あ、 R3、 あ、 R3 が7万超えか。エスケープ R が37万超えって聞こえたんですけど、読み上げで。エスケープ R3 が7万超えって話か。だとしたらまあ意味はわかる。よし、うん、自転車のパーツのグレードがなんかどんどんずれてる感じですよね、価格帯が。前マウンテンバイクのパーツのアセラっつったら一番最下位グレードに近いような感じでしたけど、今それなりの位置になるからな。止まったか。な、ダメか。お、これが船のあれか。ん、なんか線路っぽいけど海つながってるから船だよな。あ、 iPhone 切れた。どうしよう。あ、中国産。島のどんどん、ね、あのパーツの値段上がってますよね。で、今コロナ需要なのかしら、充電できないの。充電はですね、iPhone X の方から付け替えればなんとかなる。ちょっと待ってください。あのドラココ出してる方の iPhone が切れました。なのでナビに使ってる iPhone の方のバッテリーをこっちに移して、で充電開始して、でしばらくしたら電源つけられると思うんで、そしたらドラココ復活させます。よっと。ちょっとしばらくドラココ停止してます。で私もその間写真撮れない。ん？二股なんて。ああ、あの充電のやつですかね。いや、今回100均の500円バッテリー1個持ってくればよかった。あ、電気ガスの。
生活に直に響くところにの影響で出てますよね最近。いや、コンセントにつなげばそこからいろいろ分岐できるようなケーブルを持ってきてるんですけど、今回もクロスです。もうずっとクロスに乗ってます。小麦も、あ、ダイソーが、あ、でもダイソーはですね、最近500円バッテリーないんですよ。一瞬だけ1000円バッテリーが復活したりしたんですけど、それも最近またなくなった。よっと、あ、逃げた。白いな、よっと、白猫が、あ、白い。ん、セリア、最近500円バッテリーが残ってるのはキャントゥだけです。残ってるっていうか、マウンテン昔乗ってましたけど、その後クロスに乗り換えてずっとクロスです。人差し、え、マジで人差し指出すと、今日犬いないですね。だから吠えられてないから、今んとこ天草に犬は一匹もいません。私はなんか犬を地雷原の起爆しながら回るみたいに吠えさせますからね。私が吠えられてないってことは、この天草に犬はいません、一頭も。っていうネタはもういいかへん、いいですかね。使い回しすぎかな。あ、100均すごいですよね。あの550円バッテリーは、あのエアペイの手元を隠すカバーにあの内蔵して、エアペイの端末を丸1日充電しないまま、あ、まあ、充電するんだけど、あのコンセントからつながずに丸1日動かしっぱなしにできるっていうののために、あのウォッチしてたんですけどね。今私が売ってる、メルカリで売ってるエアペイのカバーは、下に550円の100均バッテリーを内蔵することができて、耐久性、まあそれでもなんか、あのネットで捕まされる粗悪品よりはだいぶいいみたいですけどね。この道本当に全部繋がってるんだろうな。途中で切れたらやばい。途中で行き止まりになってたらかなり後戻りしなきゃいかんから。池の裏、正直ならなかったの分かりません。私は全て分かりません。あ、大丈夫ですかね。一言だけ言うと、あのロシアは悪いからロシア死ねみたいなことだけ言ってる人見ると怖い。そんな単純じゃないと思うので、擁護するわけじゃないけど、スイーツないっすね。魚でもいいんだけどな、魚バーガーとかでもいいから。ロシア文化、結構あのロシア文化でいろいろ日本に浸透してる、浸透というか好かれてるところありますよね。それもなんか用語っぽくなるか。猫への餌やりやめましょうってことは多いのか。さっきの白猫は首はなかったっけ。なのであまりなんか言わないようにしてます。
上野、うん、まあ見てみぬふりもそれはそれでろくな態度じゃないよな。この辺り、この辺りちょっとアップダウンが、でもやっぱり旅行初日にした調子いい。あとは思い込みはあるかな。普段走ってるから楽だ楽だって思い込もうとしてるのはあるかもしれないけど、でも楽だな普段の旅行に比べたら。うん、ほぼ毎日はちょっと言い過ぎですけど、まあ週に5日ぐらいは走ってますね。最短で1日10キロぐらいだけど、だいたい20キロで土日は5、60キロ、まあ5、60キロも大したことないですけどね。いつものルートを通っていつもの店を順番にローテーションで昼飯食いに行く。うん、まあ有酸素運動にはなってると思う。無酸素になるほど気張らないから。いつもはそう、大体なんかあの初日は、いや浜松町付近では働いてないし、まあそもそも今テレワークですけどね、ご飯が、まあだから体重減ってないのはあるんでしょうけどね。でもやっぱり昔に比べたらめちゃくちゃ乗れてると思う。あの距離はトータル距離はそんなにめちゃくちゃ多くはないけど、しょっちゅう乗ってるっていうのはなんかでかい気がする。週末、うん、名前まあ軽く自転車が、ああ、じゃあしょうがないな。本当は自転車見せたくないんだけどな。まあ自転車がっていうか、自転車にくっついてる自作 3D プリントパーツの自慢になるんだけど、30コロ？本田、ああでもまあ工場系とかは事情違うだろうけど、こんな感じですけど映ってるかな、ちゃんとヘルメットマウントしてるときは私がだいぶ下の方向かなきゃいけない。こんな感じです。30キロ超えるとケツが痛くなる。うん、ケツ。で、サンディプリンターで作ったのは、まずここに単眼鏡をマウントするためのさっとシートに腰掛けたまま後ろから、後ろ手にさっと取り出して遠くを見る単眼鏡、新しいですかね。で、あとキャットアイのベースのところを自作して、取り外しやすいようにした。これはあれ、これは何号だったっけ。糸トンボ号は前のやつだよな。花部号はドローンだし、あれこれ何号だったっけ。ハイトリ号じゃないよな。あれ 何号にしてたっけ、これ忘れてしまってる。 あとちなみにここのところがライトのマウントで、ん、後ろのタイヤカバーって言ってなんだっけ。島戸城号は、島戸城は前のあのディスクブレーキのやつじゃなかったっけ。あれこれ島戸城にしてたっけ。私が好きな小動物シリーズの名前、人って言った方が島戸城じゃなかったっけ。あれこれなんて名前つけてたっけ。そもそもつけてたっけこれ。あ、ドラココはじゃあそろそろ、ドラココ出してタイフォンがバッテリー切れだったんで、なんだっけな、あれ
トンボつけるとしたら糸トンボしかないと思うんですけど、糸トンボは確かビアンキのやつ、名前つけてなかったですかね。あ、復活してる。プリンターでいろんなマウントを作ってます。ちょっと待ってください。ドラココ今出します。位置情報サービスオン、オン。よし、これでいくはず。メーカーはあの富士サイクルっていう、うん、憲法書。名前はでも好きな小動物シリーズはオニヤンマ号はそんなに強い感じじゃないな。これ割とハエトリっぽい子があるんだけど、ハエトリは前のその譲った自転車の方だったと思うんだよな。お高い。これは7万8万7万だっけ。ヤゴ号か。トゲありトゲなし。トゲトゲはあれ確かなんか場面も一つあるんでしたよね。あ、折りたたみのスタンドを私今一番自慢したやつです。あれははっきり言ってもうなんかあのツーリングの時にめちゃくちゃ役に立つと思ってるんで、今日すでに2回役に立ってるんで、最後にあの宿に着いた時に駐輪するところで見せびらかそうと思ってました。ただあれトレッキングポール別に買わなきゃいけないから、売ろうと思ってもトレッキングポールを自転車のスタンドに改造するパーツとして売ることになるんですよね。まあそれでもいいかな。やってみせ、今見せようかな。ヤマトヌマエビ、それはなんかあんまり思い入れないの私は。水槽の中好きだけど、アユモドキ飛んでる。あ、この先また登りがあるな。やってみせたいけど、まあちょっと今我慢しとくか。また登る道みたいです。よっ、みんな待ってる。オーラーが道、棒はあのかなりかさばらないです。トレッキングポールのやつにしたら三つ折りになって、長さ30センチで重さ100何十グラムだっけ、150だったか180だったか。そのトレッキングポールの入手制さえなんとかすれば他の人にも使ってほしいです。で、あれと似た感じの山内ですね。折りたたみのポールと、あと私のやつはそのポールの長さに関係なく、ポールの途中からそのパラコード紐を垂らして、それで自転車のフレームを吊るすイメージなんですけど、アメリカで昔から売ってるやつはあのちょうどいい長さに調整したポールと、そうですね、あのさすまたみたいに Y 字型に、 Y 字型とか U 字型というかに自転車のフレームを下から支える構造の、なんだっけ、クリックスタンドっていうのを昔から売ってるみたいです。10年以上前から。でも機能的には結構勝ってるところあると思う。で、今回この大荷物の状態でも十分耐えられたんで強度もある。もうあとは自分でそのトレッキングポールを仕入れて改造して売るってのあるかもしれんけど、なんか問題ありそうな気がする。イノシシに注意。この山っぽいところを越えて下ったら、あとはずっと海沿いで宿までかな。
あ、園長が、うん、トレッキングポール、あの中で中がワイヤーでつながってて、あの一部を引き伸ばしてテンションをかけて一本の棒にするってやつですね。まあ電波ないよな。センターラインがないと電波ないか。じゃあセンターライン引けばいいのかな。お、ちょっと民家が出てきた。電波ないかな。民家あるけどダメですかね。老人ホームだ。おお、登れる登れる。というか結構登るな。ハーハーしてるけど意外と登れてる。どんだけ登るんだこれ。山越えです。まだ残ってます。お、なんか道があったらしい。これさっきなんか分岐した道と合流してんのか。写真撮ろうと思ったけど iPhone 充電中。ちょっとお茶。これピークかな。お茶目。やっぱり気温が高くないからお茶はまだ普通に冷たい。でも水筒持ってくればよかったな。保温ボトルを。なんでこれ Google マップの方はこの辺混雑してる表示になってんのか。山道で車はスキップスピード落とすから。
なんでか。いや、これ渋滞の表示じゃないのか。下手したら100メートルぐらい登ったかな、これ。そんなでもないかな。多分これで下りかな。ああ、写真撮りたいな、この景色は。充電してると ウエストのケースに入れられなくて、いちいちバッグから取り出す。よっ、おっ、下の妹の3回目接種の後の熱が下がった。おお、写真。まだ 20% いってないかな。あ、お、45% まで復活してる。早すぎるけど。とあ、新緑が綺麗。配信の画面確認します。あれ、なんか言ってるっぽいな。もしかしてまたコメントが取れてなかっただけ。花火塚、3時間37分、うん、言ってんのか。あ、ゼロだ。お、三輪さん。流れたり止まったりですね。今つながっ、少しでも流れ、あ、またゼロだ、ダメだ。電波は類ですねと。もう一つ、ゼロになったり、降りよう、とりあえず。ちょっと降ります。これからこの辺り景色が綺麗なんで。あ、途切れ途切れでも、この先はさすがに回復するでしょうね。
わざわざ民家がない海側今通ってきたわけだからな。でもこの道はもう本来の南側ルートに戻ってるか。海側の脇道もなかなか良かった。しかしここで自転車の人に追い抜かれたってことはやっぱり、やっぱり結構天草ゴールデンウィークで自転車で走ってる人多いんですね。見えてる。多分もうちょい先かな。こっからだと見えてるかな。お、なんか全然違う道にじゃなくて右の方が新しい道か。もうしばらくしたらこれ切り替えになるのかな。電波来たかな、ある程度は。今なんかつづら折りを一気に下ってます。こっちから登ると結構きつそう。反対側からはなんか割とゆる登ってきたんですけどね。こっちがなんか休憩車だ。あ、なった。まあしょうがないか。天草の今いるのは松島でしたっけ。何島だっけこれ。あれ、また上り下りしてる。ん、いい眺めでした。新緑が綺麗でした。あれ何、一面になんかあのスクリューが回ってて、当分、欲しいとこですけどね。一面になんかその海を攪拌してるのが、これなんかの養殖？水面に半分ぐらい出たスクリューが、車エビ。車エビはああいうなんか、混ぜなきゃいかんのか。水流がいるのか。まあ、100% 正しいかどうかは今確証持てないですけど、多分そうなんでしょうね。エビ養殖こんななんだ。覚えてたら後で調べてみるか。また知見が得られてしまった。後で確認はいるけど、また今度誰かに車エビの養殖について偉そうに話そうかな。とりあえず実家に帰ったら話すか。こんにちは。あ、ここにもくまモンが、あの工事用の柵のやつが。なんか新しい道にここでまた合流してますね。久しぶりです。 1.4 ヶ月。新たに舗装を行っています。よっと、鳴子浦。からせんべいうまそうだな。いや、これがさっき分岐してた ところか。で、こっちまた古い方か。また登ってるんですけど。おっと、なんか今芋虫が体にくっついたっぽい。でもまあいいか。なんかあの
糸で宙にぶら下がってたやつが体にくっついた気がする。そう、尺取り系の尺取り虫子はなかったですね。あれは愛着まではいかんかな、尺取り虫は。ミノムシゴ、確か絶滅危惧種になったんでしたっけ、ミノガワ。散々なの子供の宿題で使われてたのに、ザトウムシゴか。あれはまあ愛着もなくも ないけど、ビアンキは引きと有効にちゃんと整備して使ってくれる人に引き取ってもらいました。あれなんか代金もらったような気がするな。実験だけでだったとしたらすごい数と捉えられてますよね。あれ実験の後どうするんだろう。配信は1年4ヶ月ぶり、キラキラ。半妙号か。ああ、半妙は確かに結構好きだな。ビアンキも結構乗ってましたけどね。ビアンキで乗ったので、ツノゼミ号か。変な昆虫ではあるけど、直に見てないからな。あと自分が好きなのなんだろうな。ヤモリ、ヤモリ、カベチョロとか好きだけど。カベチョロ号はなんかつける理由が難しそうだな。この自転車のどこがカベチョロかっていう。ミノですよね。あれ全国的に。うわ、びっくりした。今のは、イノシシか。七不思議。今ブゴって言ったの聞こえました。あれイノシシだよな。茶色いものが引っ込んだのしか見えなかった。イノシシだと思います。本当に毛が茶色の毛皮っていうことしか認識できなかった。形が分からなかった。イノシシ本気で向かってきたらやばいんですよね。あれ上の方に登ってったからマウンテン猿かなと思ったんだけど、ブゴって鳴いたから多分イノシシだと思う。クマユリ、あれ突っかかってきたら本当に牙があるから怖いんですよね。ウリも可愛いですけどね。ワタナベか、食ったことあるけど、まあ豚の味ですよね。ピットブル、あれか。なんで、でもイノシシ注意の看板途中でどっかで見たけどこの辺では見てないな。なんか微妙に登ってる。妙に進まない。電波良くなった割に実家には昨日帰って、今朝家から実家から出てきて、で4、5日後に5、6日後か、あ増えた、5、6日後に帰ると言って出てきました。平地に見える、足に来るからな。目では平地見えてるのになぜか足が回らない。なんかすぐ山から抜け出るかと思ったら長いですね。アップダウンがあったり、でまだ体に余裕がある。皆さんはさすがにもう親に悪いとは思うけども諦められてますね。今日はこれで
60ぐらい走ってると思うんですけどね、あの宿まで着けば。今時点ではちょっと明日は70キロぐらいですかね。アップダウンがどんだけ響くかによりますけど、まあ朝早く出ればそんなになんか慌てなくてもいいぐらいじゃないかなと思ってます。うん、地獄走った。地獄？ちょっとあのスマホを覗き込んでも安全なところまで行ってから。今日の走行距離はよし、59キロぐらい。私にしちゃあの昼過ぎに出てこの時間で60キロ近くっていうのは結構走ってますね。しかも旅行初日だったら大体調子悪いのに。おお、どういう意味なんだろうこれ。バスは1日1本だ。松島行きと倉岳高間駅。何ですかねこれ、どういう地名だ。座吉天主堂はどの辺なんだっけ。あさってってことは牛深から西側の方に回っていったところにあるのか。1日1本、そのバス停の路線を維持するためだけの運行ですよね。公共機関がなくなるのは自転車旅行者としては困るんだけどな。最悪バスで逃げるっていう手段もなくなってしまう。まあでも自分が何も貢献してるわけじゃないから何か言う権利は全くないんですけどね。たまたま観光に来た時に便利であってほしいっていうだけでしかないから。目玉入り口はあれはどういう意味なんですかね。あ、一時休止。あの年寄りが移動手段がなくなるっていうのも結構てかそれが問題ですよね今の車社会だと。うちの親も運転できなくなったらどうしようって言ってるし。あー、自動運転早くなんとかならんか。私が責任者で権限持ってたら多少の犠牲払ってても無理やり導入するのに。あのオンデマンドバスとかですかね。沖縄の方でもオンデマンドバスやってたな。10年。バス輪行結構リスクあります。最悪乗せられないことも考えなきゃいけないから。バス輪行は沖縄とかだとあの高速バスに結構乗せてもらえるんですけどね。あ、タクシーと徒歩。そう、タクシー、最悪タクシーというふうには言ってましたね、うちの親も。自動運転ができたら、自動運転が普及したら、そっちの方が安くて安全になるんじゃないかなとか思ってるんですけど。というか、私自身がペーパードライバーだから、運転しなきゃいけない必要性に迫られる前に、自動運転実用化してほしい。ああやってないかこれ。デブン島とかにもなんかポツンとパチンコ屋があったりして面白かったんだけど。何だったら自動運転できないかって。さすがに生きてないよな。ドアにつっかえ棒してある。まあ私パチンコやんないですけど。福祉バス、パインコ、責任ですよね。あ、キックボード。あ、そのでもさすがにこういうとこだとあんまり見ないですよね。高速、ああ。なんとかあの自動運転で事故が起きたら天才ってことにしてなんとかならないでしょうか。
まあ実際自分が事故に遭ったらそんなこと言わないんだろうけど、あの国によっては利便性最優先で、あの無理やり導入っていうのもやりそうな気がするけどな。うん、パチで、ああ。タクシー、ああ、どうだろう。いや、自動運転が本当に本格的に可能になったら、あの、自動車のシェアっていうのがよりなんか現実的になると思うんですけどね。まあでも本当にここ5年10年じゃできそう、できなさそうに見えますね。できてほしいけど下ろせない。おお、それはでも最終的に人間が操作できるっていう前提で、やっぱりあれか、うん、技術的にはできそうだけど責任問題とか法的な問題とかですよね。これは多分まっすぐでいいはず。うん、メイドロボが、うん、なんか島の中っぽくない坂道だ。なんかイメージとして、うん、八ヶ岳のふもとみたいな感じだな、この坂道。ああ、障害物。自転車路。登ってる先が見える登りはきつい。うん、行く？八ヶ岳もまた行きたいですね。ドローン、やっぱりチューブじゃないですかね。車がそれより外にはみ出さないチューブ整備だ。チューブ高速道路。あ、これ扇状地か。こんな地形が島の中にあるなんて知らんかった。お久しぶりです。配信久しぶりです。あそこ鯉のぼり見えてる。ああ、野辺山。今回は5、6日の猶予があるんですけど、全部最短で行ったら4日ぐらいのはず。宿あともう数キロ。大きな、ああ。そう、離れ島っていう感じじゃないですよね、ここ天草は。島の中に扇状地あるのか。扇状地あるとそんなに珍しいことでもないですかね。じわじわこの先が見えながら登るのはなかなかきついけど知ってます。あれずっと半額でやってるんですかね。倉岳での山の名前か。右に行ったら倉岳山頂。あそこ道路ある。
天ルート。そんなすごい山なんかこれ。うん、結構何で引退した？ああ、かばしら。でも最近は、まあ、マスクしてるから、最近そのかばしら怖くないですね。あ、川があれば。そう、島の中そんなに立派な川が流れてることって、でかい島じゃないとあんまないですよね。ああ、ピークかな。あ、全商グループ。マミーマート。あれ、コンビニですかね。オロンライン普及活動って何ですか？オロロンラインを布教するってどういうことだ。ピザはまあ高い料金の分も入ってるからっていうのはあるでしょうね。まあ、それでも半額になるのは安すぎる気がするけど。全商グループのコンビニっぽいやつ。10年ぐらい前。はい、10年くらい前っていうのは、今どの話とつながってたんだっけ。すいません、5秒前のこととか一番忘れやすいんで。短期記憶が。コンビニ。でもさっき1時間ぐらい前かな、あ、10年ぐらい前にオロロナインは、私はあそこ走った時は、明日は朝から、自転車で出発するところから配信する予定です。まあどうせ9時とか10時になるけど、私は旅行中でも朝早く出られない。でも明日は早く出といた方がいいかな。70キロちょいぐらいあって、アップダウンがちょっとどんなもんかプロフィールマップだとよく分かってないから、まあ、あとはその今日の疲れがどんぐらい残ってるかも分からんし。オロロンバイ、昔オロロンライン走った時は配信してたかな。今日は倉岳、ニュークラタケ海ホタルというホテルに泊まります。あとどんぐらいだろう。うん、今日は割となんか今日は寝不足とか何もないはずだったんですけど、朝電車の中で寝てたからな。結構早く寝てしまうかもしれない。そこ、こう、目的の宿まではあと2キロくらいですかね。いや、疲労回復のなんとかっていうのはやったことないです。マッサージすらほとんどしたことないで、今オロロンラインがなんて、もうすぐですね。見せないな。宿配信のための缶チューハイ1本とかも買えそうにないかな。別にいいんだけど、どうせまた飲み残すとかそんなレベルだし。 3% の缶チューハイ。
あ、店ありそうですか。ありがとうございます。これは迂回できるっつっても短いな、トンネル。でもいいや、オールフリー。ビールの方の美味しさが分かってないので、ビールみたいなものっていうのもやっぱりあんまりで、やっぱりジュースベースの缶チューハイみたいな方が飲みやすいです。そう、モドキのやつもオリジナルの方の美味しさが分かってないんですよね、ビールの。あくまでの、うん、の、あ、ノンアルコールの缶チューハイってあるんですか。言葉としてか、ノンアルのチューハイっていうのは矛盾してるように聞こえるけど、そんなのあんのか。それでいてジュースとはなんかどっか違うところがあるってことですよね。そういうのがあったら飲みたいな。動いてないガソリンスタンド。ああ、今のエビスビーチっていうのは先にあったみたいですね。漁港か、宿があるところは。綺麗なビーチ。天気、週間予報だと大丈夫っぽかったんですけどね。まだ更新された予報は見てないです。割と都合が良さそうな天気でしたけど、週間予報では。今日みたいな天気で、しかも風向きがまた逆だったりしたら最高ですけどね、帰りに。走りやすい。暑くも寒くもなくて。ん、ああ、聞こえなかった、すいません。車の音と向かい風のその耳に当たる音で、何だったんだろう今のは。このまっすぐなところ右に折れたら、そのホテルがある市街地なのかな。
淡々と走ってえらいペースで良かったけど、ちょっと寄り道に欠けるところがあったな。もうちょいなんか他にイベントがあってもよかったな。まあ気持ちいい道走ってきたけど、贅沢かもしれんけど、この辺か。まだ橋に繋がってるんですかね、これ。あ、電波ないか。じゃあ最後繋ぎ直すか。あれはゲートボール場。どれ。ゼロか。またモバイルルーター繋ぎ直します。3メートル、北西3メートル。あー、それ逆風だな。結構な逆風だな。5だけだから当たり前か。で、配信止めて、コメントもつなぎ直して、これで行ったのかな。お、1000行った。 1000kbps、 1メガビットをずっと維持しているように見える。ゼロにはならない。安定してる。来ました。またモバイルルーター再起動させました。あ、お久しぶりです。でももう宿、あの目の前どこだ、もう宿すぐそこのはずです。天草のどれかの島の3番目の島ってどこから数えるんだろうな。うん、今日はなんかえらいペース良かったです。気持ちいい道をずっと快速で走ってきたんですけど、逆に言うとなんかあんまり寄り道するとこなかったですね。あ、コンビニあるんですか、マジで都合がいいな。じゃあ缶チューハイ買ってきて夜配信しなきゃいけなくなりますね。コンビニってチェーンのコンビニかな、それともあのさっきの全焼みたいな、あの市街地の方にはないタイプのやつかな。うん、ストロングゼロ、死ぬ死ぬ。エビス像、じゃあとりあえず見ていくか、まだ明るいし。アイショップかな。宿はあと100メートル以内のはずだけど、どれだ。あ、あれだ、目の前のやつだ、あの桃色っぽいやつ。そっから南の方に恵比寿像、あれのことか。
思いはそうじゃなくて、まだあそこ、あそこ今確か休止中でしたっけ。ここですね。向かいにコンビニってどれだ。あ、結構でっかいな。あ、犬。あ、天草犬いた。過ぎた。恵比寿ってあれのことじゃないですか。今吠えられた。なんか像が見えたんで、これのこと？ああ、これっぽいな。で、なんか太陽背負ってるけど向こう向いてるな、これ。ここじゃないよ。ここじゃないんか。これとは違うのか。これ七福神ですよね。向こう側に回りたいけど自転車持ったままだと回れない。10年以上、まあ10年以上確かにやってますけどね。ああ、太陽体に巻きつけてる感じか、これ。恵比寿像公園。じゃあ一応行ってみますか。過ぎた？通り過ぎたって言いましたよね、さっき。まあ調べりゃいいか。恵比寿像公園。ああ、これのことか。まだ先ですね。まあ、また自転車の人。あの辺か。今日この島の南側通る道はマイナーだと思うんですけど、自転車の人合計5人ぐらい見てます。結構走ってきてるな。まあ逆に自転車だからこっちの方走るっていうことかもしれないですけどね。北側の方車多くて、私はたまたまあの左手伝いに回ろうと思って南側選んだだけですけど、そもそも車あんなに多いと思ってなかったし。そこにも恵比寿像っぽいのがある。あ、今鳴き声ですね。これは猫よけとかそういう意味なんですかね。うん、今取り過ぎました。後でチェックインします。飾ってあるのかな。猫よけとかだったら意味ないか。あ、夕食、そうですね。まあ夕食配信はやらないつもりですけど、写真はツイッターにあげます。肥料、肥料どうだろう。あんな風にゴロゴロ転がしときますかね。カルシウム的なものが溶け出すのを待つのかな、あれで。あ、猫だ。なんか結構細い猫だな。人差し指を出したらなんか猫寄ってくるとか言ってましたよね。なんか犬のんこっぽいのがある。こっちを見もしない。ほれほれほれ。ダメじゃないか。逆に私は、あ、でも私は犬は吠えるけど猫は結構来ることあるんだけどな。愛想がいい猫だったら。愛想がいい犬が吠えずに寄ってきたことはまだない。恵比寿像公園はこの辺か。ああ、この辺だな。この辺だなっていうか、あ、目線の、ああ、そういうこと。こっちか。第2種宮田漁港。ああ、逆、回転方向逆だったか。あ、動きが。ああ、なんかね、そういえば猫が寄ってくるなんとかテレビやってるの見たことあった名前。
もう覚えてないんだけど。どう？予想外にでかいんでびっくりしました。恵比寿堂なんでこんなもん作ってんだ。牛久大仏にはちょっとかなわんけどでかいな。動き出す。ちょっとこっち、あれあれ中に入れない今の時間。いや入れるか。スロープの方は閉じてあるだけか。じゃあちょっと、こんなでかいとは知らんかった。座高だか、それ大座高3メートル、恵比寿座高7メートル、恵比寿重量320トン。恵比寿重量、何ですかね。倉岳大恵比寿。あ、さっきとタイの持ち方が違う。で、なんかあの大理石とかなんかそういうのかは知らないけど、なんか模様がある、マーブル模様がある石で作ってありますね。カメラの向きこれで合ってるかな。私はちょっと下の方を向くように意識して映してますけど。いろいろなものを豊漁豊作、商売繁盛、航海安全、さらに鯛釣りの町を象徴する日本一の恵比寿像を建立しました。鯛つながりってことか、直接的には。なんか昔ここにあの恵比寿様が立ち寄ってどうこうしたとかいう、そういうあの弘法大師的な話ではないんだな。鯛釣りの町なのか。対岸にピラミッドみたいな、あ、ありますね。結構綺麗な形してるやつが。夕飯どうだろう、季節的なもんもあるのかな。また8800円もするとは言ってますけど、そんななんかすごい豪華料理が出るっていうかどうかは微妙なとこですよね。本気のとこだったら1万円以上は軽くするだろうし。茶屋恵比寿っていうのもあるけど今閉まってますね。あそこサイクルスタンド？ん？あ、サイクルスタンド、そうですね。これもさっきのあのピンク色の、ピンク色の模様があるから、ビジット天草プロジェクト。ここもなんかサイクルステーション的なやつがあるんですかね。なんかちょっと存在なことになってるけど、存在ってなんて言ったらいいんだろう、これ荒れた感じになってるけど。鯉のぼりかなんかズタズタになってた。よし、じゃあチェックインしますかね。チェックインする前にスタンド見せびらかすの忘れないようにしないと。中杯も、ああそう、コンビニどこにありましたっけ。見え、あの気がつかなかったんですけど、ありましたかコンビニ。宿の向かい。お風呂配信やらないけども、お風呂は来た方に、宿から見えるところにあるってことですよね。
まあ私は節穴だからな、節穴の目を持つ男だから。どこにある？あ、さっきの猫めちゃくちゃ逃げるな。じゃあ今度は逆回りで。いやまあいいけどね。北方の向かい。まあ私を好いてくれる猫は他にもいくらでもいるんで、寄ってきてくれる猫の1匹や2匹は、まあ五島列島の福江島、雨の中回ってる時に足湯のとこで雨宿りしてたら居ついてる猫がいたな。体すり寄せてくるやつが。猫ハウス、ああまああれはプロだからな、みんな。国道の道、これかな。アイネコ、普通の言葉だな、アイネコ。こっちはヘアサロンで、国道の向か、あれか。なんで見えなかった、さっき。本当に節穴だな。そうですね、ありますね。あそこにワイショップ、あれ？あれはちょっと一応確認しとこう。向こうから走ってくるとちょっと隠れる形にはなってるけど、まあ見えておかしくないよな。でこれはいつ開くんだろう。これこれは今日やってないとかそういう話じゃなさそうですね。やってないっぽいよな。ということはやっぱり買い物はできないですかね。営業ですよねこれ多分。残念。調達できるかと思ったけど、まあ夕食頼んどいてよかったよな。周りに店あんのかなこれ。西に3キロか。これかもですね。酒配信まあ別に酒飲まなくても配信はするつもりではいるけど、あれこれどうやったら戻れるんだ。こうか。あーストリートビューでは生きてたのかまだ。なんか別の宿もあったな、ここ。恵比寿ハウスっていうのもあったらしい。一応この宿に、自販機はあるでしょうけどね、ここにもあるし。ビールとかはあるかもしれないけど。配信、だいたい10時ぐらいです、いつも。あ、2008年って言いました、今。一応ちょっとこの道を端っこまでは行ってみるか。この市街地のまだ5時前だし6時に間に合わんだろうと思ってたんだけどな。不思議だ。あ、2018結構最近ですね。でここはヘアサロンで、あ、トンネルがあるのか。トンネル抜けた先も市街地かこれ。一応行ってみるか。電気屋さんだ。電気屋さんあるってことは結構この辺り住んでる人いるってことですよね。でトンネルがあって、
これはなんか店あるとしたら左の方だな。おう、すいません今聞こえてないです。私がなぜか終末感を感じるこの曲まあスピーカー目の前ですからね。そう、あのスピーカー放送結構よく聞きますよね、田舎の方で。おお、あ、酒屋ありますね。そう、なんかそんなイメージがある。あ、商店っぽいですね、ここ。あ、新世界より、ちょっとじゃあ店の中の無断配信するのあれなんで、ちょっと買い物してきますね。すいません、なんかダラダラしてますけど、いつものことだからな。木崎商店、缶中杯ぐらいあるかな。あ、防災テスト。そうですね。確かに放送が機能するかどうかは。赤いノイズ。ほろ酔いと濡れせんべい買った。
じゃあまた少年と見間違えられたか。ありがとうございます。はい、体重はじわじわ増え続けて落ちないんですよね。が年齢証明、ああここはあのレジがなんていうのかな、昔のレジっていうか、でさっきあの入り口を譲り合ってたおばさんともなんか買い物しながら喋ってましたよ。なんか車が多くて大変だっていう話で、あの牛部ペーペー、いやー多分使えないんじゃないかな、牛部下の方から最悪逃げる手もあると考えてますみたいな話をしてたら、車多くてなんか中田港っていうのもあるって言われてましたね。モテモテ中田港ってどこなのかちょっと後で調べてみますと言っといたんで、まだもうキルしましたね、すれ違いざまにキルしましたね。マダム辻切り、マダムキラーネタってな、確か大学の時にワンアイヌ、そうですね、宿に戻るとやつがいると、グローブを一応ちょっとだけどして、であのさっきのおばちゃんに聞いたんですけど、やっぱりこの辺ので買い物するんだったらここみたいですね。なんで山崎なくなったんだろうな。よっと、まあ詮索しない方が良さそうだ。じゃあ戻りはこっち通って、ここも魚屋さんがもうやってないとこですね。とりあえず買い物できてよかった。うん、ご無沙汰してます。去年1月以来のはずなんですよ。あの前回の配信の年取って多層、うん、多層、あ、今私はなんで宿の前過ぎようとしてたんですけど、鬼池湖、南島原、ああ島原に渡るとかって言われ、コメントで言われてたのはそういうことか。じゃあしてなかったですね。じゃあ最後にちょっとスタンド見せびらかしたいので、どうしようかな、こっちでいいか。一旦カメラ置かないと。このぐらいかな。ちょっとここがやだですよ。
です。でそこでパラコードを引っ掛けて自転車のフレームを吊り下げているような形なんですよ。こうすると実は坂道だと前のブレーキが負けてしまって前後ブレーキかけなきゃいけないんですけど、平地だったらこんな感じでかなり安定します。で荷物が重くても大丈夫で、うん、意外と強いですよこれ。これが下の引っ掛けるところがないとちょっとなんか引っ掛かる誰かが足引っ掛けるだけで倒れてしまうんで、そこのところがこいつの強みです。というわけでじゃあ思う存分見せびらかしたんで、ただ前ブレーキが動いてしまうような前後運動がかかるとちょっとやばいんだけどな。でもかなりいけますよ夜中の配信で。かなりいけます。じゃあお疲れ様でした。うん、宿配信やるつもりです。犬、いや今やつの中にいると思う。自転車は結構長く乗ってますけど 3、4年 4、5年、その辺のスパンです。じゃあありがとうございました。過信は、うん、そうですね、いろいろ試してみてまた改良しなきゃいかんかもしれない。あ、自転車旅行中あん中にやついますから。でちょっと画面がクリックできない。あー閉じた。お疲れ様です。ちょっと今閉じるから待っててください。これでいけるか。よし、じゃあ行って、行けてない、こうじゃない、ちょっと待ってください。くそ、ニコニコ生放送マイページここだろ。よし行った。じゃあ終わります。ありがとうございました。